それでは腕を内側へひねった時の筋力を測っていきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。ではあちらを頭にしてうつ伏せになっていただいてもよろしいでしょうか。まず私が動かしていきますので、痛かったらすぐにおっしゃってください。失礼します。このように手をベッドの外へ垂らした状態から始めていきたいと思います。腕の下へタオルを敷かせていただきます。失礼いたします。この位置から腕をこのように内側へひねる運動をしていただきたいと思います。この位置までご自分の力でできる限り上げるようにお願いいたします。その際に肘が伸びてしまったり腕が浮いてくる、もしくは上下に動いてしまうといったことがないようにお願いいたします。ではご自分の力で一度動かしていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。次に私がここに抵抗をかけていきますので、先ほど上げていただいた位置で私がかける抵抗に負けないように保ってください。お願いいたします。ではもう一度同じところまで動かしていただいてよろしいでしょうか。 1,2,3 で抵抗をかけていきます。 1,2,3、 そうそう、もっともっと頑張って負けないように、そうそう、もっともっと、はい、ありがとうございます。痛くないですか。では座っていただいてよろしいでしょうか。以上で終わります。ありがとうございました。それでは先ほどの位置までご自分の力で上げていただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。難しいでしょうか。はい、ありがとうございます。では次に座っていただいてもよろしいでしょうか。失礼します。もう一度私が動かしていきますので、痛かったらすぐにおっしゃってください。失礼します。このように肘を曲げた位置から内側にここまで動かしていただきたいと思います。その際に肘が伸びてしまったり腕が開いてしまったり、体が一緒に回る、もしくは前後左右に倒れるといったことがないようにお願いいたします。腕は私が下から支えておりますので、先ほどの位置までご自分の力で動かしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ではお願いいたします。はい、ありがとうございます。下ろします。以上で終わります。ありがとうございました。